ルドルフ・ヌレーフ・ルドルフ・ヌレーフは、ソ連生まれのバレエダンサー。本名ルドルフ・ヌレーフ。ヌリファスリは、祖父の本名である。正確な誕生日は不明だが、3月17日、前後に、父親の赴任地に向かう、途中のシベリア鉄道の車内で生まれた。ヌレーフという名は、アラビア語の姓、ヌーリーを、ロシア風に改正したもので、ルドルフの父、ハメットの誕生の際から戸籍に登録されている。父ハメットは、軍人で、愛国者でもあり、共産主義に傾倒していた。ちなみに、親族は、中央アジアの流れを汲むタタール系である。3歳で、バシキール共和国ウファに移住し、幼少の頃から舞踊に興味を示した。父親の反対はあったが、小学生の頃から、民族舞踊のサークルに参加して、レッスンを受けるようになる。当時は、民族舞踊的なものが主体だったが、11歳の時から、当時ウファに転入してきた、元ディアギレフバレエ団のアンナ・ウデルソバに、バレエの手ほどきを受け、才能を注目されるようになった。17歳で、ロシアバレエの名門校、ワガノワ・キーロフバレエ学院に編入し、本格的なバレエを学ぶ。入試にあたっては試験官から、あなたは歴史に残るバレエダンサーになるか、失敗するかどちらかでしょう。おそらく後者の可能性の方が大きいでしょうけれど、と言われたという逸話がある。名教師プーシキンに師事した後、ソリストとして、キーロフバレエに入団。ニジンスキーの再来とまで言われるようになる。反面、激しい性格と反抗的な態度から政府に、警戒されるようになる。1961年に海外公演の途中に亡命。1963年頃から英国ロイヤルバレエのゲストとして20近く年上のマーゴ・フォンテインとペアを組み、後に伝説のパートナーシップとまで言われるようになる。1964年にウィーン国立歌劇場で自身とフォンテインが出演する。白鳥の湖の振り付けを担当したことをきっかけに、ウィーンに活動拠点を移し、1982年にオーストリア国籍を取得。1980年代には、パリオペラ座、バレエ芸術監督に就任、シルビー・ギエム、シャルル・ジュド、ローラ・ニレール、マニュエル・ルグリなどを見出した。また、レパートリーを一新して、ウィリアム・フォーサイスなど現代作品を積極的に採用、現在のオペラ座の隆盛の礎を築く。1993年、エイズによる合併症のため、54歳で死去した。ありがとうございます。